ペーター・ヨセフ・レンネ・カール・ヨーゼフ・ベガス・ペーター・ヨセフ・レンネは、ドイツの造園家。庭園を対象とする造園家として、実務を展開する一方で、公園の設計や都市の緑地計画、また造園の教育者、研究者としても活躍。彼は庭園について、人の手によるケアなくして、健全な存在などあり得ず、不適切なケアは貴重な特質をも台無しにすると、述べている。 庭園はデザインするだけでは、また建設するだけでは不十分であり、適切な管理や手入れが必要と説いている。ドイツボンに生まれる。聖火はプロイセン宮廷庭師の家柄で、自身も宮廷庭師として活動。27歳から亡くなるまでプロイセン宮廷に仕える。先祖はリエージュ近郊からボンに渡ってきた。16歳までギムナジウムに通う。1805年。 オジバリエのもとで修行開始。1809年から各地で修行に出て、造園の知識のほか植物学も学ぶ。1811年、パリに渡り、パリ植物園管理官でフォンテーヌのもとで働くと同時に、植物学の講義を聴講し知識を高める。1812年帰国し、南ドイツを旅行。続いて1815年までウィーンに滞在。 二年間シェーンブルン、宮園の庭師について修行と植物の勉学に励み、1814年に修行証明書辞を、その後ウィーン近郊落ンブルクリ級で父と文通をしながら修行に励む。1816年からプロイセン宮廷に勤め、1816年、ポツダムの山水師宮園にガートニーゼルされる以後50年間、使える。1817年、 ホトガートナーの地位を断り、1818 18年、より高いガーテニンテインデンターの任命を受ける。この頃から、自らの職をガルテニンジーワーと名乗る。建築家、カルル・フリードリ・ヒシンケルの協力もあって、主にポツダムを中心に活躍した。ポツダムの仕事で、最も有名なプロジェクトに、ランドスケープの骨組みとして、全長3 0キロメートルにも及ぶ。 中心軸だけを設計したというのがあり、他の部分の建設はすべてこの中心軸に沿って建築され、基本的な構造さえ明確で強固なものにできれば、将来的に施設が多様化しても安定したランドスケープの実現が可能であることを示したのである。1819年、シャルロッテンブルク宮園改造案とティーアガルテン大改造プランを国王に提出。 こうして1818 18年から1832年にかけてと1840年の2回、ティーアガルテンの内部を改造。1840年の計画案では市民が誰でも利用できるような新しいパークシステムの発送を導入。誰でも利用できる公共スペースの設置というアイデアは非常に重要なものされている。1821年。 国王宛に大規模内園と庭師教育機関の設置願いを提出。内園は不承認であったが、教育機関設置の方は実現する。こうして、ビルトパルクにプロイセン王立増援士養成学校が誕生。同校は後に、グフタフ、マイヤー、フリッツ・エンケ、エルビン・バルトラを輩出する。1822年、初めてイギリスを旅行する。1824年、 ガーテンダーアクターに任命される。同年、マクデブルク氏から公園設計を依頼されると同時に、市の都市計画にも関わる。1840年、ベルリン都市改造計画、ベルリン及び周辺地域の美化並びに、街路網計画を内務省に提出。1840年、フイードリッヒハイン、シュプレイ川沿い遊歩道などを手掛ける。1854年、 プロイセンゼネラルガーディングークターに任命され、国内全宮殿庭園課の総責任者となる。1857年、ウィーン城壁撤去後都市改造計画コンペに応募。1864年、ケルンのフローラ設計。1866年、エンデアンド・ベックマン事務所とビルヘルムス兵郊外住宅地計画を手掛ける。代表作は、タスウーアリ。 1850年代に手掛けたローゼンタールの庭園や1816年から1826年にかけてのサンスーシーの小クリニッケと庭園があり、これは1840年には大規模な風景式庭園に改造している。手掛けた庭園は休形式の成形機化学式が多いが、一方でポツダムやノベルスベルク、グリーニッケなどに 風景式の林園なども設計している。1813年にマクデブルクの地域拡大に伴う修道院移設によって跡地に計画されたドイツ最初の公園の一つ、フリードリヒ・ウィルヘルム・スパルク、フリードリヒ・ハインも1824年に連連盟が計画。設計図書には植栽する樹木植物の一覧まで添付されていたという。 また、ノベル・スベルクの造園施行業務にも協力、他同地では動物園などを手掛けている。1839年、ベルリンのティー・アガルテン計画案には、ナポレオンにこうして戦った記念碑を盛り込んでいる。1861年からは、ライプツヒッシュのパークシステム案、第一プロムナードなどを立案設計。1863年には、周辺の開発整備案を、 ザイフェルドと共同立案したライプツィヒシ建設館、ビッテンベルクと共同でヨハンナ公園を設計する。蓮は植物の学名で命名者を示す場合にベーター・ヨセフ・レンネを示すのに使われる。ありがとうございます。